公共曲第13番に蝶々方望剣 I-13 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1763年に作曲した公共曲である。第12番と本曲第40番の3曲は自筆譜に記された日付から1763年に作曲されたことが判明している。ハイドンが使えていたエステルファージュ家には 1763年の8月から12月と、1765年5月から1766年2月にかけて4人のホルン奏者がいた。4本のホルンを使用する公共曲には、本曲、第31番、第39番、第72番の4曲があるが、いずれもこの時期に書かれたと考えられている。フルート1、オーボエ2、ホルン4、第1バイオリン、 第2バイオリン、ビオラ、低音。4本のホルンとフルートを使用し、独奏楽器による競争曲的な楽章が含まれる点で、第31番、ホルン信号と共通するが、規模はより小さく、ホルンが旋律を演奏することは稀である。当時のハイドンの習慣として、チェロコントラバスファゴットの独立したパートはなく、低音の楽譜を演奏したが、本曲では、 第二楽章に独創チェロのための独立したパートがある。ティンパニのパートはハイドン自身が書いたものではない。全4楽章、演奏時間は約20分。ありがとうございます。